俺とサシなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。ちっ。そう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面、ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。てめえみてえなクソがこの俺を
いです。わか、やめろ。今の俺はこの国で正義を全うできる。本当だ、俺は力を持って生まれ変わったんだよ。だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えの効かない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！カスカ、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若なら、どん底からまた這い上がれますって。そのためなら、俺も昔みてえに、ずっと、いつまでも、そばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が、それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。
異人町で姿を消してからこいつらをかくまってたやつもな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせとも全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。バカ離れろ。来たらこいつの頭を吹っ飛ばす。もうやめてください、バカ。おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと。親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる。鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。俺はもう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走するのを止められなかった。そしておやさんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください、お願いですから。そっくりだな。え？つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。